今日韓熱いじゃないですか。いろんな意味で、うん、大変じゃないですか。まあね、いろんな意味でっていうか正直言ってあんまり良くない意味で暑いですけど、ね。<laughs> 僕あの千九百六十二年前なんで、<ー>僕がそもそも生まれて小学校ぐらいの時ってのはずっとあの韓国はちょっと韓国語の発音がわかるんないですけど、僕正義さん、んはいはい、はい、今の大統領のお父様、ね、がいらして、はいはい、でその後いろいろあって。うん 民主化しててソウルオリンピック成功して、はいうん、サムソンなど世界企業も生まれて、うん、で韓流ブームになって、うんうん、なんかいい感じになるかなと思ったら韓流ブームとかその、まあ、ヨンサマブームが起きたここ10年ぐらい、はいまあ、普通の日本の若い方が韓国に対して持っているイメージっていうのは、はい、まず、まあ、歴史とかそういうの置いといて、はい、基本的にあんまり変わらないと。 ソウル行ってもあの、まあ、普通に繁華街とかいっぱいあるし、まあ、日本人とそうは変わらない社会だし国かなっていうように思うかもしれないんですが、はい、ただ韓国と日本本が根本的に違うのは、うん、そののはそ変化のスピードなんです今茂木さんあのおっしゃってくれたように日本ですと例えば戦前の歴史と戦後の歴史っていうふうに戦前戦後を完全に分けてで戦後の日本というものもいろいろあったけれどもはい、はい でもそれなりにまあ一定の安定した自由とまあ民主主義を追求した社会というようなところが韓国はその戦後いわゆる1945年以降から激動の歴史ですよね,すね今おっしゃったようにあの民主化もありましたけれどもそれ以前たどると朝鮮戦争もありましたし南北分断もありましたしはい、はい、で経済的な発展も昔本当にアフリカのガーナよりも貧しい国だった朝鮮戦争終わった53年当時。 はいはい、これが今もう200倍以上の経済成長を遂げるという意味で急激な変化をしている、はい、ただその日本からもう少しスコープを広げてみると、うん、この東アジアで急激な変化を遂げているのは韓国だけでではないんですね実は中国もそうだし、はい、東南アジアもそうだし、ええ、まあ非常にその多くの国が急激に今変化をしている,してるとそのスピードが速すぎるがゆえにお互いこういざこざが起きている状況だというふうに私は は理解してますなので日韓の関係っていうけれどもこれはある意味日韓だけの問題でもないしより一般的な問題だと、うん、東アジア全体の問題でもあるし、はい、ある意味国内の問題でもあるし、ね、なるほど。はい、でそんな中でやはりはこれはもう避けて通れない、うん、やっぱり南北の問題っていうのはうんうん、うん 今どんな感じなんですか正直言ってその理想としての統一っていうのは誰もが望むところですところがいざこれを現実的に考えると まあ課題が多いだけでなく今実現性も次第に乏しくなっているということはみんなやっぱり感じざるを得ないですよね。よくもあしくも、まあ、北朝鮮を介入するものにしろあるいは韓国との関係にしろどちらかをなくして、まあ、一つにするということが。 周辺国の利益に果たしてなるのかっていうのを考えると中国の利益にも多分ならないしなアメリカの利益にもならないし日本にとってはじゃあいいことなのかというと必ずしもそうではない側面があるとだからこれは結局南北が話し合ってお互いに和解してやるという方法が唯一残されてはいるんだけれどもどそこはもう時間が経てば経つほど同じ民族とは言うけれども全く考え方から。 何何から何までで全然違う人々なんですよこれがドイツとと違うところなんですよねドイツはその西ドイツと東ドイツがあったとはいえお互いその戦争をしたわけではないので国民感情を含めてそんなに相手をこう敵対視するとかねはい、はい、社会主義とその、まあ、資本主義っていう違いはあったけれどもそれはある程度こう一緒にまたやっていける措置があったところが南北朝鮮の場合はその戦争もやったし戦争が終わってからのまあ60年間数々 そういったその、まあ、憎しみをもこう乗り越えて和解の道に南北が自主的に進めるのかってなると今の力ではやっぱりまだまだ難しいと言わざるを得ないですよね私たちには分かんないんでちょっと聞きたいんですけど、うん、あの日本でもよくね朝鮮中央テレビかなんかのアナウンサーが話してらっしゃいますよね。言、はいうん、言葉葉はは今でも韓国と北朝鮮ののって あのー、あの同じなんですすか違いますよ<本>例えばああの東京弁と,弁,東弁と大阪弁違うでしょ東北弁弁と大阪違うでしょそういう感じではい、はい、ソウルの言葉は、まあ、簡単に言うと東京弁みたいなもの、ねはい、北朝鮮の言葉っていうのはもともと鉛りがひどくてその青森とか。 あの鉛ですよねただニュースとかであのアナウンサーがやっている,る例えば「金正恩ョンウン・ドン・ジッケソン」「おむね」でしょ「すみだ」とかっていう,うい、ね、これはいわゆるその演劇長なんですよ。で向こうでちゃんとトレーニングを受けるんですってああいうふうに威厳を持って狩猟様の動向を伝えるみたいなあ,あれ演劇、うん、わざわざ訓練をするみたいですよ、ね。であの言葉はわかるんですね 何言ってるかは分かる、うんうん、でも例えばイギリス英語とアメリカ英語だとこう単語が違うっていうじゃないですかそういうのはいっぱいあります、ね。あるんですかはははいはい、はい あともう70年も経ってるから正直言って文法とか全く同じでも何言ってるかよくわからないというようなまあ状況になりつつはあるけれどもでもそれでもあの南北会談とかね閣僚会談とかやるときはもう全然通訳なしで OK ですよ。いや僕不思議だなと3時85線のところにも行ったんですけどすぐ南になんかテーマパークみたいなのがあってそこはでも本当に韓国の方家族連れてきてすごい平和な光景でもありますよね。だかからななんかすごい不思議な 感じがしてうそうですよねでもまあ実際日常生活では韓国の男性はみんな軍隊に行くんですよねヶ月、はい、そういう意味では韓国の人にとっての戦争とか武力とか。 ってていうのは決してフィやっぱりさまざまな犠牲の上にやっぱりこの今の安全が保障されているんだっていう意識があるんだけど,だ、ね、どそういう意味では最近の日本での安全保障に対するいわゆる実感 とやっぱりよくまわしくもやっぱ平和国家日本にはちょっと薄いんじゃないかなとそれはあれですか<ー>あの日本の学生さんと話しても感じますか感じますねまず想像が皆さんあまりできないですよね<ー>みんなね。国のために死ぬっていうものがどういうものなのかそもそもそれは正しいことなのか否か人命を犠牲にするっていうものがどういうものなのか。 っってていいいうもものがまだ分かってないかななしれないですねでも私なんかだと私の世代でもですねうちの父親がですねいわゆる離散家族ってやつなんです朝鮮戦争を機に南北に家族がみんな,な離れ離れになって、はい、その親戚のほとんどが北にいるとか,か南にいるとかっていうでそういう人たち一般的にものすごい多かったんですねだからなんかこう戦争とか民族とか国家とか安全とかそういったものがまだまだこうリアルタイムのものな もちろん韓国も今の20代とか10代はそういった感覚が薄れてきてるとは思いますけれども、うん、ちょっとね、うん、そこら辺のあたりをさらに掘り下げていきたいと思うんですけど大変今日はエキサイティングな <laughs> ちょっと小難しい話になっちゃって <laughs> いえいえキムキョンジさんにお話を伺っております <laughs> キムさん僕ソウルは3回ほど行ったんですが、うん、大変あの僕面白かったのが 山大きいですよね <laughs>。あの、ね、真ん中のね、あの風水なんですよ。風水これね、<う>中国も韓国も風水とか山命学とか四柱推命とか,そ,れかそういうの大好きで、そうです。でソウルの地っていうのはそのハン,ガンっていう南に大きい川があると、ね。はい でそのキョンボックンとか、まあ、今の青瓦台の後ろに大きな山があるところ、はい、北に山があって南に川があるあがいいここがいいところだっていうので、まあ、ったんですよ、ね、びっくりしちゃってあのミョンドンって言うんでしたっけあそこのところからロープウェイで。 上がってくところにソウルタワーだったかなそれはナムね。意外とんかもう巨大な山があってそういうところがやっぱり東京と似てるようで違うなと思ったのとね私のイメージだと日本の山っていうともうほんとに北アルプスとかああいうものすごい山ねその代わり東京っていうと意外とそんな山になくてせいぜい高尾山で高尾山もちょっとこう山というよりはものすごく傾斜の激しい っていう感じなんですけれども韓国の山はこじんまりとしたものがいっぱいあってだからソウル市民はみんな山登りが大好きで<ー>日常的にあの山登りをしてます私も登りましたけどかななりり足痛くなりましたけど、はい、私もソウルにいた頃はよく父親に連れられてですね、はい、週末いろんな山に行きましたねあ,、はい、あとキムチの小皿がたくさん出て <laughs> であの僕韓国の人に聞いたら日本に来てあのラーメン屋に入ったら本当にラーメンしか出てこないんでびっくりした。 てるんですおかずの数が3つのもの5つのもの7つのものあ奇数なんです、ね、はい向こうのおもてなしっていうのは向こうのことわざでテーブルの足が折れるぐらいに一気に,一気にガッて並べるのがおもてなしだから韓国料理屋さんに行くとやたらその小皿の,出ます、ね、のパンチちゃんがいっぱい出ますでしょ、ね、いや、うん、本当にで僕あのソウル行くと時にはちょっと日本料理食べようと思って、うん、あの。 り寿司頼んだんんですよはい、はい、頼んだらびっくりしてまずいきなりキムチの小皿がいっぱい出てきて <laughs> 焼き皿が出てきてグロッピン出てきた後にやっと握り寿司が出てきて、うんうん、あ握り寿司美味しかったなと思ったら最後になんとあの焼肉のせたご飯みたいなのが、はい、あれなんかすごくなんかいろんなものを出しておもてなしするっていう <laughs>、まあ、アメリカの例えばお寿司も違うじゃないですか韓国のいわゆるお寿司っていうのも違うんですよねで日本だといろんななネタをを新鮮なものを提供すするってやつですけど、はい 向こうは基本的にはやっぱり白身魚のお刺身以外はあまり食べないそうだったんですよだから握りって言ったら、うん、全部白身のお魚だった、うん、そうそうそう赤身だとどうしてもこう生臭さがあるみたいな感じなんですけど、ね、<ー>私は韓国の和食が大好きなのが<ー>それこそ行くともう次から次へといろんな焼き物とか天ぷらとか、ね、あれ基本なんです、ねうん、そうああいうのがこうコースで出てくる、うん、でも最後もうお腹いっぱいになった時にお刺身ビビンバみたいなのが出てきてそれってすごい美味しいあす じゃあ,あれごく普通なんでで、ね、ですすすねねそう高いいよやだから、うん、なんで握り寿司だけなのにあんな値段高いんだろうと思ったら,、うん、ら本当に日本式に行って握り寿司だけちょっと食べて上がりみたいなのはないんじゃないかな、まあ、最近ちょっと少しはできたって言いますけど日本で修業した韓国の寿司職人さんがポツポツと出始めてはいると面白いなと思って、うん、あの日本と韓国すごく近いところもたくさんだけど、うん、その違いがまたね面白いってことですね ハンディブームの前。私が来たのはちょうど日本のバブルがはじけてですね、はい、テレビをつければ10十10線と言っていた90年代の半ばでございますちょっと日本がちょっと元気なかったそうですね,ですねちょうど元気のない時代が始まった頃ですね。それから日本でねいろいろ見てこられて、うん、どうですか最近の日韓関係特に若者の中でも、うん、一方では韓国大好きっていう人もいれば。うんうん 最近の状況を見て特にイ、まあ・ミョンバクさんが、はい、あの竹島に上陸したはい、はい、あれ以降日韓関係、まあ、悪くなったというふうに思ってらっしゃる方が多いかもしれないんですが、うん、私は過去、まあ、日本に来てから約20年弱ですよね、はいうん、この時期を振り返ってみても日韓関係決して悪くないというふうに思います。 味があまりなかったんですねそ,うですかその頃の頃日本は<う>まだまだ遠くて近い国近くて遠い国ぐらいでまもしかしたら韓国の人人民服着てるんじゃないかとかその程度の認識だった北朝鮮と何がどう違うのかもよくわからない普通の普通の本当に若い人はそんな感じだったのがそれからいろいろ韓流ブームもあっ で日韓関係のまあいわゆる人的交流文化的交流社会的交流それから経済的な交流も含めて、うん、非常に急激に進展してきたんです日本のメディアだとやれサムスンだろうなんだろうっていうところだけをこう強調してですねまるでこのサムスンが日本の家電業界に勝っているぞというような報道のされ方もしますけれども、はい、サムスンが売れるほど実は日本からのまあ輸入が増えると。電子部品みたいないな、はい、そういうことなんですね、はい 経済そのものが、まあ国家単位ではなかなか語れない企業のものづくりのプロセスもですね。だから、そういう意味での連携は非常に強くなった。ただ、唯一悪くなったのが政治的な関係と。なるほど。で、この政治的な関係で、私が思うに、今の安倍さんも、韓国のパック姉さんもですね。まあ、多少、こう強情というか、お互いイデオロギー色がちょっと強いがゆえに。なかなかこうプラグマティックな妥協ができずに、お互い自分が言いたいことを言いっぱなし。 今茂木、まあ、さんのようにある程度のこう流れをよく分かってらっしゃる方もいるけれども多くの人は正直言ってよく分かってないと韓国の人も実は日本って言うと漫画とか温泉とかそういうイメージで捉えていて日本社会が一体何にこう悩みながら何を求めてこう成長しようとしているのかあるいはこ,うこれまでの奇跡を、ね、どのようにこう解釈すべきかっていうところは正直言って知らないんですね。うん、同じように多くのの日本の方が 実は韓国について知っているようで。 まあよく知らないとだからメディアが伝えるそのイメージに大きく左右されてブレやすいと親近感調査みたいなのをしてみると、はい、そのブレ幅がすごいんですよ日本も韓国も<ー>なんかすごい好きな国だったのがいきなりなんか大嫌いな国になったりとかで韓国なんかの場合日本のこと嫌いだとうん、うん、でも日本人は好きだし居酒屋大好きだしお寿司も大好きみたいなそうそういう自己矛盾がまあはびこっているでもこういうそのプロセス自 自体は私は決してその悪い方向に向かっていくプロセスではなくてこういうふうに衝突しながら知らなかったことを知りながらえそうだったのとお互いなんかドン引きをしながらもそれでもやはり何かそこにこう親近感や協力の必要性を見出していくための一つのプロセスだと思います。